春雨、白露型駆逐艦。春雨は、大日本帝国海軍の駆逐艦。一等駆逐艦白露型の5番艦である。艦名は春に静かに降る雨に由来し、この名を受け継ぐ日本の艦艇としては、春雨型駆逐艦春雨に続き2代目にあたる。戦後、海上自衛隊の護衛艦として、春雨、初代、春雨、2代、が就役した。今作戦において、第19駆逐隊、第27駆逐隊は、アメリカ陸軍の B-25 爆撃機と B-38 戦闘機の襲撃を受けた。輸送隊3隻の前方に、さみだれ、左側に白露、右側に春雨が配置されていたとされる。白露、さみだれの損傷は軽微であった。さみだれは魚雷発射管付近に不発弾があり、爆発していれば轟沈の可能性もあった。だが、春雨は被弾して沈没した。性能初年。